はいこんにちは親の力です子供が勉強に集中しないという場合ですね意外に些細なことが原因になっていることってあるんですよね例えばね照明が暗いと教科書やノートの文字が読みにくくなりますよね部屋の照明は一応ついていても手元を照らす照明がないということもありますリビング学習の時などありがちですよね これだと勉強のための照度、明るさとしては不十分なんで、それで疲れやすくなるということも実はあるわけですね。子供はこういうことに無頓着な面がありますので、大人が気をつけてあげる必要っていうのがやはりあるわけですね。あるいはですね、椅子が高くて足が床についていないということがあり得ます。足がブラブラしている状態でね、体が不安定になってそれで集中できなくなるということもあるわけですね。 この場合は椅子を低くしたり足元にですね、足を乗せる台を置いたりする必要があるわけですね。逆にね、椅子が低すぎてあるいは机やテーブルが高すぎるということもありますよね。えー、この場合ですね教科書などと目が近づきすぎますのでね、目に良くないし疲れも出てくるまたね正しい姿勢で文字を書くこともできませんよね。机やテーブルが低すぎることもあります。 この場合もね正しい姿勢で文字を書くことができませんよね前かがみになるんで背中が曲がってくるわけですね周りに気が散るものがあると集中できないってこともあります特にですねテレビやラジオの音といったものですねあるいは近くにお菓子が置いてあるとそれもまた集中の妨げになるってことはありますよね一つだけとか言ってね食べ始めて そのまま勉強から遠ざかってね、えー、バクバク食べてしまうということもありえるわけですね。あるいはねせっかく勉強に取り掛かったのにね、えー、消しゴムがないとか言って探し,探し始めて、えー、そのまま気が散って遊びだしてしまうということもありえるわけですね。 えー、逆にですね文房,が文房具が多すぎることでね集中できなくなるってこともあります。えー、というのもですね必要なものを探し出すのに結構時間がかかるからですよね。鉛筆やペンが多すぎて赤鉛筆が必要な時に、えー、見つからないとそれで集中力が途切れてしまうってこともありえるわけですね。あるいはですね部屋が暑すぎると体が疲れやすくなって集中できなくなりますね。 もちろんね寒すぎるっていうのも問題ですよね、えー、体が冷えてしまえばね手も足もう,うまく動かなくなりますのでね、えー、子どもはですねこういう気温にあの鈍感な面があるんでやはり大人が気をつけてあげることも必要ですねあと湿度も大事ですよね集中力に影響します以上のようにですね子どもが勉強に集中していないという場合ですね意外と些細なことが原因になっていることがあるわけですね 子供がね自分で気づくっていうのはこういう面は難しいんですよ先ほども言いましたけどね大人がが気をつけけてああげるる必要があるわけですね。ちょっとした気づきがあればね、えー、そして一工夫があればね、えー、子供をこを不必要にね、えー、叱らなくて済むようになるってことあると思います。で今言ったようなことはですね大人がですねあの仕事をする上でも重要ですよねあのテレワークとかでやってる場合とかにも特に必要です。 意志力とかねやる気っていうのはもちろん大事なんですけどあの特に子どもはね、えー、こういう環境面からもこうサポートしてあげるってことがやはり重要になってくると思います。えー、ということで今日もご清聴ありがとうございました是非気をつけてみてください。今日も一日明るく楽しく幸せにお過ごしください。